皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年7月の16日、14時36分、ガンダムシードの映画バージョンを見させていただいてですね、僕からの提案で、言っていた内容、相手の動きが読めると、コンピューターを介してですね、それを、ブラックナイツと呼ばれている存在が、相手の行動を読んだりしてる。で、その対抗手段として、シン・アスカという、ディスニーの時の主人公がいますけども、彼が、質量のある残像を、たくさん作ってと、それで対抗すると。そういうふうなことも、言ってまして、文章化して送ってたんですけども、そういうふうなところもしっかりと再現できていて、ただ、ミケール大佐については、もうちょっと今、こういう時間帯ですから、もうちょっと笑い話になっちゃいますけども、言っておきますね。ミケールさんっていう人は、その後僕、ルパン三世とキャッツアイのコラボの映画、そちらも僕からの提案でできたものだったはずだと思うんですけども、キャッツアイにね、女性3人の3姉妹がいるんですよ。で、お父さんが作った、作品だとか、絵画だとか、そういったものを、取り戻すという形で、泥棒行為をしてたんですけども、名前がミケールさんなんですよ、お父さんの名前が。ファンデーション王国でしたっけ、ファンデーション王国だったような気がする。もう一回ちょっと後でまた見ますけど爆笑ちょこの話どうするんですか。確か僕言いましたよ、コードギアスでね、ランスロットっていうキャラクターがいたじゃないですか。で、乗ってる機体が、機体名は忘れましたけども、白色をベースに金色が、施されていてと、結構かっこいい機体に乗ってたわけじゃないですか。これをガンダムチームは本気で描いたらどうなるかと思うんで、敵キャラクター見てるでしょ。もう下地が白で他金色だったらもうどうしてもそう見えるんですよ。僕も言ってしまったんですよ。で、最初の方に、僕の心の声とか出演者の人とか聞こえますから、最初ね、相手国のキラヤマトとかアスランザラとかラクスクラインとかから見て、ブラックナイツとかを指揮するその悪役のね、女性ボスみたいな人を最初見た時、誰や幼稚園に連れてきた思ってしまったりするんです。シーンっていうその人のせいで聞こえてきてるんですけど、私が言うわとかなんかそんなことの声が今も聞こえてきてるんですけど、最初、ラクスクラインが映像で、そのキャラクターがね、実際に出てくる前に、顔写真が映像で出てくるんですよ。それを見てるときに、僕は見たときに、ラクスも髪の毛も、化粧までして元、ファンデーションもこうとか言って、チョコラ作品は本当に大丈夫。このパターンもダブルオーガンダムの映画バージョンも同じ、最初のダブルオーガンダム似せたような似たような主人公とか出てくるような形、ストーリー最初始まってきてみんなびっくりしたでしょ。一番ビビってたのは関係者の人だと思うんですけども、これチケット途中ですぐ出て行かれてお金返してって言われたらどうします
養成所のファンデーションもファンデーション、ファンデーション、なんか化粧品とかのことだと思いますよ。それとも僕が意味間違えてます？また意味まで調べなきゃならないんですか？いや、だから、なんか、ヤンキー化した子供の頃のラックスの正体か。何かそういうのが出てきてるのかなって最初思ってたら、それが相手国の、なんかこうね、子供たちよって、君の方が子供やろ。なんか膝枕とかしてましたけど、いや、見た人を見ても君の方が身長もどう見ても君、どう見ても小学生が100歩譲って中学生くらい。そういう意味。ブラックナイツだ。もう西川貴教さんの歌とかも途中でね、スタークフラッシュって言ってませんでした？あんまり僕笑いすぎて iPad から目線外した時に違う内容を聞かされてる時とかテレビ見てた時あったりすると思うんですよ。もしかして言ってます？スタークフラッシュの方だったらアイアンマンのロボットみたいな鉄の鎧の中に入ってた人がスタークさん、スタークフラッシュ、輝くの話で、昔そういう話あったんですよ。そのスターク、まああんなに頑張ってるわけやし、まあ、輝かせてあげなあかんのとちゃうかっていう話と、かたやエネルギーの残存量問題で科学の発展を止めなきゃならないっていう話があって、そういう人を、科学者を活躍させたらダメだっていう、まあ両極論の理論があって、結局はスタークさんもいろいろパワーアップして何でしたっけ、ジキルとハイドのような形のハルクハルクと互角に戦うために絶対アイアンマンだったら負けるやろって思うじゃないですか。ハルクが相手だったらまあ、それでまあアイアンマンも大型化されて、さらにパーツをどん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 出していって、とりあえず同じ大きさだったら金属はめちゃくちゃ重たいはずだからとか、そういう話でつけてるエンジンがすごいことにしとこうとか、何かそういう話でね、まあ、結局ハルクにだいぶ壊されてましたけども、予備のパーツ射出したんでハルクの方も息が上がってくるとか、ハルクは何を栄養源にしてるんだろうとか、エネルギーが尽きてきたら何食べるんやろとかついにお腹さそり出してお腹すいたとか言い始めさすがにそれは省かれてるんですけども、僕もね今までどんな話し合いがあったかってこれ全て証言として出してきたら、こういう面白い話どうしても混ざってくるんですよ。そこをうまく取り除いてもらわなかったら最初ドキッとしたんですよ。昔休憩時間にどんな笑い話しとったんや、ファンデーションで、そのあとミケールさんの話もね、その後にガンダムシードを昨日の晩と今日の朝続き見、途中で眠たくなってねって、で今日の朝ガンダムシード再び見た時にね、まあ僕は言ってたシーンとか使ってくれてるんだ だとかね、まあ相手パイロットブラックナイツのその後部座席にももう一人女性が乗っていて、で多分頭の中とかおかしたりしてたと思うんですけども、まあ正直その相手の悪役、まあちょっと名前忘れましたけども、まあラクスに対してまあ不倫行為を働きかけてきたわけじゃないですか。僕が見る限りは多分ラクスとキラーヤマトは結婚してますよね。一緒に住んでいて料理作ってるわけですから、で帰宅するのを待っていてね、布団、普通は布団で寝てますけども、ソファーでは待っていてね、でキラーヤマトがこう悩んでたじゃないですか、こう背もたれにもたれかかって、で時刻も23時何分って出てるんでしょ時刻回ってやってんの神様安全のお祈りしながら
寝させてもらえない内容の方なのか、それとも、いや、嫌いやまと思うって、もう こっそりね、これ、個室の人たちも言ってるんですけど、冷静に見たら、本当は大量虐殺してる。フィンファンネルっていうね、思った通りにね、こう動くっていうコンピューターとのそのハイブリッド状態になっていて、で圧倒的なその攻撃能力で、相手を、駆逐していくと。もう盤見たら、いや、相手バイオと多分あの状態だったら死んでるでしょうっていうのがあるじゃないですか。ついつい僕も言っちゃったんですよ。これ、いや、これ言ったかどうかは覚えて、ちょっとね、もうはっきり覚えてないんですけど、一応言いますね。これ、けど、ラクスが総裁になって、オーブという国があって、これ、やっぱり一番上の方が、大社とかで許してるんですよ。勝手に勝手に、相手の国の人を怒られちゃうこと。これ、めちゃくちゃあかんやん。その話されたら、キラヤマトももう戦意喪失になるわけじゃないですか。なあ、いまいちそのブラックナイツに押されてたりしてたでしょ。だから相手も強かったらそこ躊躇が混ざってしまうと自分がやられてしまうわけじゃないですか。だからそこでまあ、あの相手を殺すことにこうキラヤマトはまあ悩んでた描写はあって、でその人類がね殺し合いをずっとしてるっていうことにこう悩んでいて、23時何分っていうところを見たら、スポーツの勝ち負けや。分かったで、ね、分かったで、ね、僕も最初はもう笑いっぱなしで、特にあのラクスクラインがね、セリフ何もないですよ、何もないんですけども、その子供の頃にラクスクラインが金髪に髪の毛を染めたかのように目の周りとか変なメイクをしてて赤くなってる、相手のあの女帝と呼ばれていそうな、ボスキャラクターを見た時に僕は心の声で、ああ子供の頃ヤンキーやったんやとか思った。それが伝わってるから、こうラクスがこれそれ見てって驚いてる顔になって、もう途中からもう作品もう全然頭なんか入ってこなくなって、もう真面目な方向性西川だからです、スタークフラッシュの話あいもう、もう全然頭なんか入ってこなくなって、もうそれはそれで寝れるんですけど、眠たくなってきて、もう要は続き明日もまた今度見ようと思って、ごめんなさいね、大真面目、あの感動して見ていただいた皆さんにとって、そのいや、そのこれが、ね、必ずしもその心の声とか聞こえるっていうことは必ずしも良い答えが生まれるっていうわけじゃないんですよ。僕もそれ最初どう受け止めたらいいか分かんなくて、まず敵の組織がよく分からなくて、途中でユーラシア連邦とか出てきたでしょ。それ絶対ソビエトのことや、ソビエト連邦で出てる。で、その分裂してロシアになったんですけども、1900年の頃ね、ソビエト連邦の範囲で本当はロシアっていう国だったんですよ。もともと国土面積広くていろんな国の言語が混ざっているから、会議開いたところで無理なものは無理だったんですよ。いや、あの時こう言ったこう言ったの話になったとしても訳せないってなるから、いや、みんなはみんなに分からへんで、そんなややこしい話で1から10まで教えなあかんって、そうせんと分かってくれへんっていう話になるから、ユーラシア連邦へのどうこうみたいな、もう一回ちょっと見てみますけども、いや、そこキラヤマトはユーラシア連邦の国境に近づいたのか、どこの国境に近づいたのかよく分かんないんですよ。で、途中で、キラヤマトがね、ラクスを連れて、オートバイでドライブしていて、で、まあ、お弁当を広げたりしてるじゃないですか。超いいところで電車通ったりするんですけど。そうね、お弁当を広
出てる時にまるで地名かのようにエルドアンというような地名、エルなんとか、エルドアンみたいな名前だったと思うんですよ。もう一時メモしたかった気になくなってくるんですけど、トルコって思ったんですよ、エルドアン大統領の。これ どういうことだ、ユーラシア連邦とエルドアン、トルコあたりで何か揉め事発生してたのって、旧ソビエト連邦の近く、ユーゴスラビアの件を言いたいのか、 何の件を言いたいのか僕もよく分かんなくて、一番の夏のミケール大佐の一番最初、誰が始まりだったんですかって、キャッツアイのそのお父さんもミケールさんなんですよ。ルパン三世の世界でもミケールっていう人多分出てきてると思うんですよ。で、ミケールっていう名前は、一説によると、ミケールなんとかっていう名前が神話の中で、神様として出てくるんですよ。で、ミケランジェロは、その、神話の神様の名前から、落ちた天使みたいな形で、ミケランジェロっていう名前が付けられたみたいなんですけども、それは多分丸刺しの彫刻を作ったから、調べれば調べろ、ごめんなさい、捕まるやろそれって。今の法律だったらね、刑法175条違反になるんですから、200万円以下の罰金か他の罰で併科されるんですよ。いっぱいそんな作品間違って作りました。法律の山あられですよ。いやだからね、一番最初のミケールさんは、まあ、ルパン三世の方がキャッツアイよりも作られた時期は早かったんですよ。僕が生まれる前が、生まれた頃ぐらいに放送されてたかの頃がルパン三世。だから一番最初のルパン三世で白黒だったんですよ。だから僕生まれてくる前のはずですよ。だから ミケールさんもっと遡ります。ルパン三世の前どんな漫画ありましたって、手塚治虫先生とか、その前に藤子不二雄先生の話、ドラえもんとか、忍者服部君とか、他にもお化けの Q 太郎とか、いろんな作品書いた人が藤子不二雄先生で、その前が手塚治虫先生で、鉄腕アトムだけじゃないんですよ。それこそものすごい種類の数の漫画描いてるんですよ。白いパイロットとか皆さん知らないでしょ。僕持ってたんですよ、家に。白いパイロットっていう、なかなかこれがね、まあなかなか強烈な作品で、戦うことの、無意味さとか、もう描写もなかなかかなりのものでしたよ。体が溶けていったりだとか。シーンとなるようなかなりの、話の内容、まあお城の話とかでね、人柱の話とか、それは白いパイロットとは違う、お侍さんの話ですよ。絶対違いますから。じゃこれもね、もう笑いながら言っちゃダメなんですけども、崩落事故とかがあったから、築城の時に。だからそれで亡くなった人のことを人柱だとか、その当時のね、城作れって言われた人たちの、その仲間内の人たちがね、その殿様たちが悪いんだから、その家族の面倒を殿様たちがちゃんとお金出して面倒見てあげなあかんっていうことをね、主張したりしていたんですよ。それは漫画の世界でどう間違えたのか、なんか人柱にならなきゃならないだろう、なんだろうとか。だからね、ちょっともう一回、ちょっとあんまり怖い話ばかりしてもあれですから、ミケルさんの話に戻ります。これだけでも笑っちゃうでしょ。最初はミケル大佐を追いかけてたわけじゃないですか。最終的にミケル大佐行方不明じゃないですか。この話のオチも大体わかるんですよ。キャッツアイって、お父さん探した方が早くなかった。これも作品全部読まなかった。わからん。もう僕も忘れてるんですよ。どんな話だったか。お父さんはもう亡くなったことになってたのか、それこそお父さんが行方をくらましたのかもしれないじゃないですか。だから、
分からないですよ、贋作売っちゃった方なのかもしれないですし、それは今までの事件でいっぱいありましたから、分からないですよ、テレビのニュースも知ったことだから、1枚の絵画で1億何千万円のオークション、あれ本当の話だと思います？買うと思います？自社の社員にどうせ退職金とかちゃんと払ってない時代ですよ。そんな社員めちゃめちゃ怒って、僕みたい。裁判所出てこいみたいな形になると思いますよ。まあね、ちょっとあの、まあ、ガンダムシードまだ、ちょっとあの、まあ、一応全部見たんですけども、もう、今、説明しきれないんですよ。ちょっともう一旦これぐらいにしておきますね。とりあえず、あの、皆さんにはチャンネル登録と、着信通知の設定と、あと、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいて、結構便利ですから、僕は動画上げたらね、あの着信が来ますから、で身の回りの人に淡井さんの動画ちょっと見ておいた方がいいよと。まあその真面目な内容の方はキャッツアイとルパン三世の方でね、はい、ある程度ちょっとしてますんで、次の次回作の作品の大枠の内容とか僕の方でね、もう提案してますんで、多分その方向で作られると思いますよ。それこそ新海誠監督の、僕も新海誠監督にある程度その辺の話言ってるんですよ。それをあの現実に当てはめて、そっちの方の話も聞いたらびっくりしますから。新海誠監督からしたらルパン三世とキャッツアイにアイデア盗まれた話になりかけるんですけど、新海誠監督の方は老朽化した建物の解体しなきゃならない話とか、そういった話とかもあるから、エネルギーの残存の問題プラスそちらの方の話をメインで、してもらわなきゃならない。キャッツアイとルパン三世はその方向性で話を作ると、先はルパン三世の声で、分かったっていう声で聞こえてきてるんですけども、でもアニメ業界ももうそろそろ総攻撃で行いますよ。そうしなかったら新しい高速道路、もう勝手に作ろうとしてましたから、本当に。僕にあれこれ言わしたりとかして、本当に。ミッシングリングだったんですよ。指輪。結婚指輪の婚約指輪。それが どこか行った話あったんですよ、フルツラーパークで。で、それで結局、ミッシングリンクの話に道路業界とかすり替えてきて、で、どうせもう大卒の連中ですよ。大学出てりゃ自分たちは高い給料、安定した仕事が手に入ると勘違いしてた連中。一番ダーティーな存在ですから、大学生が本当に。一番真面目なのは、田舎の方で中卒で、そのまま、畑、桑で頑張って耕して、まあそこそこの広さ、まあ50メートル×50メートルでも、100メートル×100メートルでもいいですよ。さすがに1メートルか、あ、1キロメートルかける1キロメートルとは言いません。そう、頑張って畑で、桑で耕してね、ちゃんと農業を管理してる人。で、冬はかまど発電頑張ってる人。その人の方が、東大卒業生よりも偉い。実績社会。学歴社会じゃない。税金たくさん使い込んだのが大学生。で、大卒の人間があれだけテレビ局のアナウンサーとしてテレビに出て社会をめちゃくちゃにしてる。で、国会議員の人たちもほとんどの人間が大学生出身。だから社会はめちゃくちゃになってる。税金使いたい放題だったから。NISA の前は ISA。ISA。何でもして ISA。みんなの税金使って海外旅行をしても ISA。それが海外留学生。するだけ海外と仲良くなったら、海外の悪いことしてることを悪いことしてるじゃないですかって言いにくくなるんですから。そうでしょ。だからね、ちょっと話それましたけども、チャンネル登録の着信通知と設定と、淡井さんの動画本当に見といた方がいいよと。まあその、まあもうちょっと説明しておきますね。新NISAっていうもの、もともとNISAっていうものは、まあ、非課税投資を謳い文句にしていた投資の枠組みだったんですよ。で、まあ、だいたい100万円ちょっとぐらい。で、ただし5年経過したら、そこで稼いだお金とかも税金徴収させてもらいますよっていうのがNISAだったんです。それは新NISA、2024年今年になってから出来上がったらしいんですけども、上限枠が270万円まで上がって、ずっと非課税。絶対無理、そんな社会。富裕層はさらに富裕層になろうとしてるんですもん。一月年金15万円の支給までたどり着けるのは男性で 50%、女性で 30% しかいないんですから。
これが社会の実態です。だから大学生ほど余計なものはないっていうことになってるんです。特に医療業界。いらないですから。本当に。いらない薬ばっかり作ってるから。製薬会社もほとんどいらない。必要ないんですから。余計なエネルギーずっと消費してる。運搬とかも含めて。人件費等も含めて。そういう消費税上げてるんですから。で、最終的にはコロナウイルスという調子に乗って生物兵器を作った。これは現実です。こっちが、コロナウイルスの、ワクチンと称して打ったものか、もしくは飲み薬。それでコロナウイルスを発生させてる。もうこれで間違いなさそうですよ。警察官の人の証言を聞くとね。ちょっと最後真面目な話で締めくくっておきました。だから僕の動画そういうこといっぱい言ってるんで、最初はコロナウイルスに関して、内閣に止められたりしてたんですけども、生物兵器に関する法律、まあ条約があるんですけども、その1条から5条までこういうふうに違反だっていう文章をつけて、左右上げたったら、もう、消せない。法律面が出てきてますから。それが、法律の世界でもあります。以上です。というわけで、皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、淡井さんの動画見ておいた方がいいよというのを身の回りの方に、広めておいてください。もう石油は持たないです、全然。もう残り54年分まで来ていて、僕は若い頃残り69年分だったんですよ。先々まで掘っていく分、全部含めて数字出してるんです。だからもうそれ以上、あんまり伸ばしようがない。で、ガスなんか残り49年分で、天然ガスの7割以上は石油の揮発したものです。もうこの時点でもう分かるでしょ、皆さん。もう後はないんですよ、人類。ガソリン車なんか作ってる場合じゃない。もう電車ガラガラになってますよ、作りすぎて。で、少子化に関しては50年近く続いてるんですよ。だから根本的にもう人がいなくなってるから、新しい建物なんか建てなくていい。商業施設のことだけじゃないんですよ、今言ってるのは。家のことなんですよ。家建てる必要ないんですよ。新しい家もいっぱい作ってるんですよ。で、ずっと空屋。当たり前です。買い手がいないんだから。以上です。皆さん、動画の進めよろしくお願いいたします。もう一回ちょっと続き見て、ガンダムシード、何かいろいろ言うことあるかどうか確認します。まあ、あとは関係者の皆さん、お疲れ様でした。ちょっとね、最初の頃のファンデーションまあ、だから悪役してる人が、だからまあ、化粧が濃いとかね。まあ、だからまあ、女性が出てきたのがまあそういうことでね。かたやラクスクラインはギリギリのところでまあ化粧をしてるようには見せてないんですけど、これもね、貴金属類がちょこちょこ見えるでしょ。これね、身だしなみに関する法律があるんですよ、ちゃんと。東京都政六法とかの方でね。ね、それに違反しちゃダメなんですよ。だからネックレスとかイヤリングとかつけて仕事なんかしちゃダメなんですよ。なんで仕事中なのにこんな格好してるんだろうって。なんでそんな人が高給もらえるのっていう話になるでしょ。みんなの税金で。で、消費税上げさせるの。ふざけんなよって僕はなるのもわかるでしょ。で、自民党の人たちも、ちゃんとその辺覚悟してね、もう僕らも自分たちで、自分たちの身内のことを言いにくくなる時もあるから、彼に言ってもらったらいいっていう人たちも結構いるんですよ、自民党の人たちに。もともと僕と会って話したことある人が、もう半分以上、総理になっています。1998年以降。もしかしたら全員かもしれません。畑山幸雄さん、国さんもそうだし、麻生太郎さんもそうだし、小渕優子さんも若い頃僕と一緒に働きに来てます。レストランカトリアに、神戸市立ホテルルーツラパークに。世耕さんもそうです。元大臣の世耕さんとか。で、まあ、安倍晋三さんも僕と会って話してから総理になった方なんですよ。第1期目から。で、第2期目の方は僕からの提案で、なっていただきました。で、まあ他にも、まあ菅さんもそうです。菅さんはもともと日本海の人たちに謝りに行ってるんですよ。テレビでは、まあ非公開みたいな形になってますけども、その、秋田県で原油の採掘をしていて、新潟で大きな地震が発生していたと。その件と、あとそれから先も、これから先も阪神・淡路大震災を見る限り、これから先も地震が発生する可能性がありますっていうことを、もう最初から謝りに行った方がいいっていう形で。だからそれはもう1998年から2000年までの間ぐらいの頃のことですよ。だからまあ、大体僕と会った人たちばっかりですね。僕と会って大臣以上になられた方は、まあ50人を超えます。まあ、ちょっと。
もう一度見ていきます。以上です。皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の18日、11時29分。今日はスポーツのプロ野球とかもないということで、ガンダムシードの、話の続きを、最初の方はちょっと笑えるようなシーンとか意図的にたくさん作られていましたけども、途中から、真面目な話、いつものガンダムシリーズの、パターンでもあるんですけども、ご説明していきたいと思います。ブラックナイツという存在が出てきた時に一方的に、押されて相手の心が読めると、これは以前撮影した動画でも言ってましたけど、もともと僕の案で、これはスポーツの勝ち負けとかでも相手選手にこちらの考えてる内容、阪神タイガースの例えば選手に伝えてた内容が他の選手にも伝わってしまう。これは海外戦の例えばサッカーの試合とかでもそうだかもしれません。これはバレーボールだろうと顕著に見受けられます。その辺勝負なので、その辺も昔どういうふうに乗り越えていくかとか、いろいろあるんですけども、キラヤマトとかが苦戦しているときに、キラヤマトの方は、ラグスクラインとの関係プラス、今までのその、戦争とか、そういったことでの悩みを抱えたまま戦ってたんですね。だからブラックナイズに押されていたと。戦いに迷いがありましたから。これスポーツの勝ち負けでも同じなんですよ。迷ったらもう絶対ダメなんです。だから自分の中に芯を作るしかない。だからスポーツの勝ち負けの動画を見てる人だったら分かると思いますけど、僕は試合が始まる前とか、まだ今日言ってなかったなとか思った時に、自分で自分にこう言うんですよ。淡いケースが芯が強いと。淡いケースが芯が強い。で、これは、言葉の意味、ことわざの世界にもなるんですけども、何でしたっけね、芯が強いっていう人は自分の軸はぶれなかったり、心がしっかりしてるっていう意味なんですよ。わかりやすく言いますと。で、その気が強いだと相手を攻めっぱなしな人なんですよ。で、今日甲子園、今までの試合とかで、僕の未来からの心の声とかを聞いて、なんとか勝とうとしてる人たちで、間違った言葉を私が伝えてしまったら、選手の方も、気合が入りすぎてこう空回り、冷静さがない。物事を周りの視野を広げて、周りの状況分析とかができてなかったりだとか、逆に、その時も僕も敬語なしで伝えていたから、気合一辺倒の、空回りのバッティングになってしまってたんだなと、そこは申し訳ないなって思っています。かたや別に相手チームに対して別にこう敵対心とかも何もありませんし、心情的にやっぱりこう苦境に立たされてる人たちに対して僕も味方がしたいと。それが正しいかどうかわからないです。さあ、相手の選手、勝ってしまうと、相手選手の人たちの素晴らしい記念に残る勝利の未来を奪ってしまうことになりますから、だけどもそこ、もう僕の世界では、躊躇なしに進めてるんですよ。それは何かって言ったら、スタジアムにお金を払ってまで見に来てくれてる人たちもいるんですね。高校野球は外野は無料です。だけども、甲子園の内野席とかは有料なんですよ。どっかでお金を徴収しなかったら運営ができませんから。で、そういうスポーツ関係のところの僕の日々の悩みとかも、最初の方の頃の僕を、キラヤマトは表してる。一方、その件で、芯がしっかり強くなった時を表現してるのが、アスランザラ
だったと思うんですね。乗ってる機体はズゴックなんですよ。赤色で3倍の機動力あるとはいえ、すごい旧型じゃないですか。内部のパーツとかはもしかしたら変えてるかもしれませんよ。だけども登場シーンからアスロンタラは腹くくってるんですね。心に迷いが全然ない。だからブラックナイツとズゴックで語学に渡り合ってるんですよ。で、ブラックナイツの悪いところは、これスポーツの勝ち負けでも言ってるんですけども、ヘラ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 笑いすぎ。無理。そんな状態で心の強いやつが現れてきたら、絶対勝てない。これがこの世の神がかり的な力の法則性でもあるんですよ。で、その、まあ、自分でもこれ言うのちょっと抵抗あったりするんですけども、まあ、佳子様とかも、むしろまあ見ていただいて、まあ、人からも入ってくる話とかだったら、こう、間違った情報とかで入ってきてしまいますから、まあ、ちょっと真面目に聞いていただきたいんですけども、ラクスクラインは、まあ、姫という立場であって、総裁という立場であると。で、異性の人と握手してしまってると。そこから、キラヤマとは崩れてしまってるんですよね。これは男性である僕も、好きな人に対して絶対守らなきゃならないのは異性の人に触れない。それよりも伝える言葉がある。そちらの方が説得力がある。アスランザラは、そのキラヤマトに、そのカツを入れるときにね、僕はそこまでできませんよ。苦しんでるっていうところが、その、キラヤマトに関して、苦しんでるっていうことがしっかりと分かりますから。だけども、アスランザラは、お前はラクスの気持ちを考えたことがあるのかっていうことで、まあ、胸ぐらつかむところから始まってるんですね。で、実際手を出してる。まあ、そこで僕はどういうような心の声を送っていたかとかはちょっと次のシーンが来ますのではっきり覚えてないんですけども、まあいろんなことを伝えたりとかもしてました。キラヤマトがそのまあ、アスランザラがね、分かっていたのは、涙流しながら言った時の言葉の方が、その人の、まあ、本音かもしれないと。その時に、キラヤマトが泣きながら、その、本音を言った時に自分がどう感じてるかっていうところ、そこでアスランザラは優しい声に変わるんですね。殴りもしなくなるんですね。違うだろうって。そんな人間じゃなかったでしょっていうことを。ラクスはラクスなりに努力してたんでしょっていうことを優しく言う。まあ、恋愛問題に関しては誰しもが、まあ、今ちょっと踏ん張って、まあ、言い方がコロッと変わったと思うんですけど、僕の方の多くの人が結局同じようなことを経験してるんですよ。で、そこで自分の未来がもし閉ざされるのであるとすれば、一番危険なのはその人が自分の未来を放棄してしまった時なんですよ。キラヤマトには幸福なことに
アスランザラという親友がいて、仕事つながりかもしれませんけども、身の回り仲間がいた。声をかけてくれる仲間が。向き合って。だからアスランザラは、キラヤマトの本音は聞けたから、笑顔で取り戻しに行かなきゃならないだろうっていうことを、そうだろうっていうことを、握手で手を差し伸べて、まあアニメのシーンではすぐにキラヤマトも気持ちの切り替えができてましたけども、まあ、現実の世界はなかなか難しいですね。もう少し少しずつ何かを、その当人の本人であるキラヤマトは何かを思い出してとか、何かを理解してたとかで、何かで自分を固めていくしかないんですよ。まあ僕の世界で例えると、そこには警察官の人たちに連れて行かれて、それは政府の、暴露されては困ることに触れてしまったからそうなったのかもしれないと。そういう部分での怯えだとか、集団で絡まに来られてきてる現状だとか、誰も僕から声をかけても返答をしてくれる人間すらいなかったと。同級生であったり、自分から声をかけるっていうものが、からかう言葉以外でしかなかった。そこで僕は、そのアニメを見てみて、嫉妬心なんか何もないんですよ。だらだらひたすら、よかったねって。アスランザラっていう昔から一緒に遊んで仲良くしていた友達だから、彼は見捨てることはなかった。そこにはアスランザラの中でも何にも考えなくて行動するとやっぱり結果良くないですから、キラメヤマトが踏ん張って頑張ってた時のことを知ってるから、絶対こいつはこう乗り越えられるんだって。それがあったから殴れたんじゃないですか。今はまだ途中のところまで見ていて、一旦これコメントにしなかったら、次のシーンが出てきたら、情報量、伝えきれないんで、また、もう一度見ます。で、まあ、そのガンダムシードという作品を NE の残存量問題ももちろんありますし、それは富野さんも描いてきたガンダムシードの中で、ただ描かれていて、もう富野さんも5年前でだいぶ前の報道ステーションか何かの撮影の時でスタジオに入ってくる時も、いや、まあ現場で確か撮影させてもらってたと思うんですけども、歩くところを見るとよちよち歩きなんですね。で、その僕が富野さんと会っていろんなことをお話ししたりする機会がもしかしたらないかもしれない。その可能性の方が高い
と思います。もしかしたらもう今、老人ホームにいらっしゃるかもしれませんし。そこはもう一度入ったら、二度と家に帰ることができないっていう世界なんです。けど、トメさんとは分かり合えてた部分があって、中には先輩方で僕のことを代わってくれることを発言してくれた人たちがいて、今どうしてもよぎるのが、まあもしかしたら、まあ、しっかりと僕の方でも述べてますけど、各都道府県の予選とかで、高校野球に僕は関わる気はないっていうことは言ってるんですけども、昔からどうしても関わってる部分とかもあって、まあ、この後ガンダムシードを見て、すべてのさ、あの、最後まで見た時の感想をすべて伝えた後に、僕のこの後の作業は、昨日夜中、甲子園でね、すごい点差をつけられているところから逆転をしていった場面とかがあって、その動画に巡り合えたんですよ。いくつも。で、検索ワードとか写真で撮影して押さえていて、それを打ち込んで、自分のホームページから見れるようにして、まあそこで、今の世代の若い人たちの高校球児の人たちを中心に、向こうのエネルギーの残存の問題っていうものすごい過酷な状況の中で見えている、完全に予測できる分かりきった未来の中で、しっかりと動けていなかった行政と板挟みになっていた自民党の人たちと、その中でも何か良い方向に物事を変えようと。だが岸田さんも全力でこの間、郵政保護法でひどい目に遭った人たちに全力で頭下げて、申し訳ございませんでしたと。してくれることはしてくれてるんですよ。すべてのことではないですけど、エネルギーの残存の問題に関して、なぜ援助していただけないのかっていうのは、僕も本当にこの件に関してはなぜな、謎なんですけど、20億人もの命がかかっていて、世界からの金銭的な支援とかもないのもものすごく不思議なんですけども、だけども、高校野球のその逆転するシーンとかを伝えたときに、このシーン見たとき、自分だったら勝ったと思いませんとか、自分が負けてるチームだったらもうこの試合無理だって思いませんって。だけども、彼らはそこに勝ち負けはあったとしても、最後の最後まで諦めてなかったよ。ガンダムシードのその作品を見た後、そういった内容を、伝えたいなと思います。今日は、スポーツの勝ち負けはお休みの日ですから、まあ、もし関わっていたとしたら、そこはもうボランティアです。仕事としている、まあ今日、相撲の試合があるかどうかは分かりませんけども、まあ気になる力士の人とかもいますし、残念ながら昨日、天の神様への安全のお祈りが通じなかったのか、インターネット記事で、左足を怪我して、普通の救急車で運べなくて、まあ特殊な車両で、病院に運んでもらったっていう、その相撲の世界があって、だからちょっと、ある程度の時間が来たら、もう気張っておこうと。一応今日休みの日だったんですけど、天の神様への安全のお祈りが、
今までまずなかったんですけども、本当にないんですよ。本当に特にテレビを見て取り組んでるときは、だからそういう事態が発生している以上、本当は今日休みの日だったから、久しぶりにもアイスクリーム買おうだとか、オリンピック前ですから、これもちゃんと計算して休み取得してるんですよ。一月の間にこれ法律で4日は休み絶対入れとかなきゃならないんです。これ、高校球児の人たちとかも同じなんですよ。それちゃんと休み取得してなかったら、取得してるチームと対戦した時に、負ける可能性が高くなります。もちろん、練習環境とかいっぱいありますよ。速い球に慣れてるとか、変化球に慣れてるとか、野球のことを分かりきってるとか、それはもうそっちの人たちの方がそれは勝ちますよ。だけど実力が拮抗してる時に、そういう部分って出てくるんですよ。世界のルールは法律ですから。まあ、ちょっとこの後、もう少し見てみますね。まあ、最後、ちゃんと、ハッピーエンドね、まあ、終われるような形になってましたんで、もう一回見たんですけど、もう一回ちゃんと確認して、まあ、意見止めなきゃダメだなと思って。まあ、もう今日も、とりあえず相撲の試合とか終わるまでは、アイスクリームを買わないし、食べないし。まあ、ロッテのチョコパイも食べたいな、とか思ってましたし。まあ、それは、相撲の試合が終わってから、買いに行きますよ。まあ、僕は、正々堂々と言いたい方ですから、あんまり海外の人とかのことの平和関係ばかりを考えると自分の本音っていうものが言えなくなって、そしてそれは隠蔽だと思うんですよ。見てる人から見たらわかるから。長い間日本の横綱の世界で、海外の人が横綱になれてたんですけども、日本人の人で見込みのある人に頭の中お渡ししたりとかして、正直僕の本音としては勝負師の部分もありますから、勝ちに行きたいがあるんですよ。それってエネルギーの残存の問題を、この見え切った絶対に先進文明が滅びるっていうこの世界の中で、いや逆転あるよと、何度も僕だって心折れたよって、だけども何回も自分を立て直して方法を考えてきたよと。聞いてもらったら分かりますよと。それ全部したらどうなるかって。ちょっと話がそれ始めたので、一旦撮影これぐらいにしておきます。先ほど、見終わったところなんですけども、まあ、まず戦闘シーンなんですけども、F91 という作品が昔ありまして、そこで、まあ、質量のある残像っていうものがあったんですけども、それを、シン・アスカというキャラクターが、行って、まあ、本物の分身とはっていうところですね。まあ、この辺の話も、その F91 で使われた技術も、アイテムを使うんじゃないかだとか、で、スポーツの試合と同じで、まあ、キラヤマトも、ラックスクラインと合流して、二人で一つの機体に、まあ、乗ってるわけじゃないですか。で、まあ、対応していると。まあ、頭の中を渡してもらったりだとか、それを多分交互にしてると思うんですね。スポーツの勝ち負けに例えると。だから、今までスポーツの勝ち負けで、これをしたらああなる、こうなるっていうのをはっきりと述べていて、で、その内容に当てはめられて、ちゃんと戦闘シーンとか描かれてるんですよ。で、まあ、重要なのは、愛してるから選ぶっていうラクスクラインの言葉。まあ、キラヤマトも、自分で未来を作るものだと。まあ、そういうことを述べているところが、まあ、富野さんの意思を受け継いだスタッフの方なのか、富野さんからそういう指示を得て、スタッフの人たちがそういうふうなセリフを用意したのか。まあ、富野さんの意思を、まあ、僕は受け継いでるつもりだと思います。NE の残存の問題に関して。
そのラストのエンディングの曲に関しても、まあ僕のことを意識されて、まあ多分歌われてると思うんですね。歌詞作られてると思うんです。でそれとは別に、水星の魔女という地上波で放送されていた、アニメで祝福という、まあ湯遊びさんっていう方が作られている、まあ、バンド名ですけども、曲はあるんですけども、まあある程度は僕のことを反映して歌ってるんですよ。でそれプラス僕からの若い人たちへのメッセージでもあるんですよ。僕もいずれ老人になるんですよ。でその時はもう能力的に役に立てるかどうかわからないんですよ。バカさはあると思いますよ。その辺のところで、その辺の人間と比べたら、多分65歳だろうが70だろうが、多分実力あると思いますよ。だけども、若い人たちがある程度の年齢、例えば40歳を超えてきたぐらいの年齢だとか、そういう人たちが世の中を動かしていかなきゃならないと。こういう状況があります。だからまあ祝福っていう曲に関しても、富野さんから僕に送ってくれた昔のエールで、まあその逃げるよりも、 NE の残存の問題から逃げるよりも立ち向かうことを選んだっていうことを歌詞にしてくれていて、で孤独っていうのも僕にものすごく当てはまる。友達とすらもう20年以上会って遊んだこともないんですよ。男友達ですよ。異性返事すらない。実際に会った時にその話し合いらしい話し合いっていうのもなくて、もうほとんどの人間がもう話を始めた時にどんな話になるのかっていうところで、もう正直心が逃げてしまってる部分とかもあるんですね。僕の置かれてた環境っていうものがとてつもなくすぎて、もうそれこそ連日新聞の一面を飾るようなものすごい被害、そしてそれを放置していた春山整骨院という存在を、まあ警察官で、警察官も医者として働いていて、税金で金を回し合っていた。で日本中、まあ、東京オリンピックの後精神病院に入れられた時、まあ、その警察官が昔一緒に働いていたもので、僕に長時間労働をさせていた人間で医者になってるんですよ。で昔警察官していたこととかだんまりなんですよ。一切口開かないんです。だから気まずい雰囲気が流れるだけ。仕事を一緒にしてる時はなんかこう特別喧嘩してるわけでもないし、別に悪い人だと思ってないし、こっちも気遣っていたし、もう向こうからしたらありがとうみたいな形だったし、だから社会体制が用いてきたそのろくでもないシステムっていうものを、これを抹消しなければならない。まあこれはガンダムシードという作品を、最初笑い話でしたけども、最後の方にね、僕の言ってる内容とかを全ての国会議員の人で立ち会って知事、市長、すべての議員、国家公務員、公務員の人全員が見たら、ガラリと意見変わると思いますよ。で、ほとんどの人は僕の人生がどういうふうなものだったかっていうのは頭の中入ってないと思います。で、ホームページ、淡井圭介で言ってる本音の部分と、泣きながら言ってる内容のその本音の部分とかを見たときに、ああ、それで佳子さまは、絶対、淡井圭介との話し合いが終わるまで結婚っていうことを、まだ正直僕も不安感の方が多いんですよ。僕との結婚が 100% あるんだったら、多分もうそれは実現されてるんじゃないかなと思うんですよ。普通に考えたら去年皇居行った時に。だけどもそれがないから、もう僕も何がどうなってるのか今でもわからない。これが僕の人生であり、苦しみであり、それがまあ、グレイの皆さんの曲のメモリー、
ハローっていう言葉は何回も投げていて、そこは意味はこんにちはなんですよ。ハロウィンっていうのは、あれは仮装するパーティーじゃなくて、ハローイコールウィン、勝ちなんですよ。そこで人生が開ける、結婚の道への道が開けるって。だけども挨拶すら誰もない、同棲すらない。そこに友情とか今までのいきさつとかも疑ったし、結局昔一番僕はひどかった精神状態の時はみんな淡井圭介を使って、阪神淡路大震災の被災者を使って、世界上層部の人たちとスポーツ業界とつながりがあって、そこにはマーケティングがあって、そこから広がる話っていうのは会社に利益があって全員それを利用していたのかと、そういう状況があったんですよ。なのでまあグレイの皆さんの曲とかを聞いた時に僕のことをどれだけ心配してくれていたか、傷つくだけの毎日でも、それでもっていう、まあ、ちょっと歌詞も今はっきりと感情的になっていて、思い出せないんですけども、ちょっとまあ動画のこの録画の時間が間に合うかどうかわからないんですけども、ちょっと今自分のホームページ見て確認してみますね。できれば各自で、ホームページ淡井圭介の履歴を見てもらって、1番から、それで、まあ、確認してもらったらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、ミレニアムっていう戦艦ですかね、別の戦艦かな、モヤイっていうものを、ワードを出してますけども、まあ、それも、意味が2通りあります。モヤイっていう意味。一つをつなぐっていう意味もありますし、共同で一つのことをしたり一つのものを所有したりすることっていう意味もありますから、まあどうとでも受け取れる意味なんですよ。だからもやいを直すみたいな意味だったと思うんですけども、映画の中で出てきた言葉は、だからそれは人間関係を一旦断ち切って本当に相手を倒しに行くっていうことかもしれませんし、まあ今時はまあみんな本当は国連人であって、だからあんまりその言葉を使って時間軸はつながりすぎると無理やり起こされてる人も存在するかもしれませんから、このクレイジーな社会だから、どういう処方の仕組みがあるかはっきりわからないうちは、まああんまりその国連人っていう言葉はまあほどほどにしておくっていうことですね。ただしまあ時間軸はあまりにも近いすぎるところとは時間軸はつながらない。もうこれを完全に全うしていくと、国境で分けているっていう話になるんですよ。1時間でも時間狂ったら嫌でしょ。ちょっと待ってくださいね。グレイの皆さんの曲とかを。ちょっと見てるんですけど、あとまあこのグレイの B'z の曲の皆さんとかその今まで僕は表記した文章とかも追記とかあるんですよ。フラワーっていう曲とかも追記があったりだとか、あそういえばこういうことも伝えていいかなとか、あと僕のホームページってサイバー攻撃を受けられたりするので、ね、文章を変えられたりしています。だからまあいつまでもつかわからない。早めに皆さんその見といてもらって、もう良ければその本当にこれ重要だなって思ったらコピーしてもらったりだとか、まあこの曲なんですけども、グレイの皆さん何度もハローっていう言葉が出ていて、でまああとまあ祈りに疲れたりっていうワードとか、まあ、僕のことなんでしょうけども、あとハローマイタフネスとかで、あと容赦っていう言葉、これは法律語用語で、まあ、許すっていう言葉ですね。で、まあ、西へ向かうバスっていうワードなんですけども、フルーツラーパークからの送迎バス、グレイの皆さんでも僕と一緒に送迎バスとか、で、まあ、強烈な歌詞が、今日という日が、明日という日は、裏切りの毎日でも、容赦を、マイプレス。まあ、プレスっていうものが、まあ、記者のことを示したり、まあ、圧力っていうことだ、本当はまあ、圧力っていう意味なんですけども、それがまあ、いつの間にか記者という言葉になっていたりだとか、まあ、中略してるんですけども、ずっとこの歌詞が何回も何回も続くんですね。今日という日が、明日という日が、裏切りの毎日でも、今日という日が、明日という日が、心を殺す日でも、今日という日が、明日という日が、絶望の毎日でも、
青のこぼれそうな笑顔を探していると。これはグレイの皆さんが僕に向かっての僕の笑顔を探しているのかもしれないし、もっと先を見たらもっと若い人の世代の人たちが本当にエネルギーの残存問題が本当にもうどうしようもないっていう事態になってから政府が発表して、でみんながもう反狂乱の状態、町中が。だから先に生きてきた世代からしたらそれに対しての容赦だったのかもしれないし、もっと早めから本当のことを言っておくべきだったって受け止めることかもしれないし、まあこんなに重い話をしてから、まあ、戦闘シーンのことを言うのもあれですけども、まあ、ラクスクラインとキラヤマトが新しいモビルスーツに乗り換えて、で一瞬で、相手を、まあ、ミサイルと一斉に殲滅するんですけども、あれはもう天の轟きでイカズチです。人間の意志、いや、あの世の人たちのお怒りであって、その前では、どんなに高性能な科学を用いたところで、その前では、無意味なんですよ。で、コンピューターがいくら強くなったところで、太陽に勝てますか？あんな巨大な存在で、何百億年、何千億年、もしくは、超とかいう単位で存在してるかもしれない。だけども、燃えっぱなしだけども質量が変わっていない。多分らしいことを科学者が言ってるだけで、それだったら地球の温暖化の話と一致しない。燃えた分地球は冷却化されていくはずなんですか。だから昔は氷河期が来る、氷河期が来るって何十年も前に言われてたんですよ。太陽は小さくなっていくはずだからって。でも実際温暖化でしょ。誰も説明なんかできないんですよ、神がかり的な力の世界なんて。だからその中で、まあ、この後プレイ、先ほどもちょっと録画の時間がなくなってしまいまして、動画は途中で、撮影が途切れてしまったんですけども、まあ、この後、また別件で、昨日のオールスターメジャーリーグの試合の後、今度はプロ野球業界の、結果のことについていろいろ触れて、プロ野球業界の方たちへのメッセージとか、まあ、お伝えしたいなと思います。よかったら、まあ、そちらも、参考程度に、見ていただけたらなと思います。というわけで、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、身の回りの方に、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。で、着信通知の設定がなかったら、なかなか僕の動画上がってきても、わからないと思うんですよ。で、それと、まあ、どれから見たらいいのかっていうところ、膨大な数を上げているので、まあ、皆さんそう思われるかもしれませんけども、案外、漫画、アニメ、ゲームっていうところは、ものすごく力入れていて、で、あとスポーツの勝ち負けのところについて、人間がそのコンピューターに動かされてるっていう、その現実っていうものがあって、そこからの脱却も、正直したいと思ってます。まあ、その辺のところも、今日7月18日に撮影する動画で喋ってる内容を聞いてもらったときに、自分でね、スポーツの結果っていうのを検索ワードで打ち込んだら、昨日の試合とかがこう出てきて、で、そこをまた各試合ごとに、タッチもしくはクリックすると、どのイニングに何点取られてるとか、例えば、まあまあ、また試合の内容はその動画で説明します。以上です。というわけで、動画の再生時間、なぜ、3000時間なり4000時間超えて、継続してその状態がキープできたらなと思います。まあ、メンバーシップだとか、まあ、パートナーシップだとか、まあ、CM がついたりだとか、まあ、何かしら収入の当てがなかったら、撮影も完全に行き詰まってますので、まあ、ただ時期を見たらもうすぐオリンピックなので、それはそれで、まあなんかタイミング出来上がってるなとかも思いますね。カバンがこの間壊れましたけども、それも金属部分のところが、まあちょっと今もう持ってくると時間かかりますので、またその動画とその動画で
アップロードを公開しますので、ホームページ淡いケース劇の1番から見てもらったら、その、括弧の間のところのワード見てもらったら、もう本当に短いですよ。1本ぐらいの動画ですから、それ見てもらったら僕のカバンがどういうふうな状態になっていて、修理費用が5500円かかるだとか、もう残りの銀行の口座は8万円台ですから、もう身動き、取るに取れない状態になってきてるんですね。裁判ってお金かかりますから、いろいろコピーとかしたりするので。もうちょっとオリンピック終わって、まあ来月の結果を云々で、もうあとは裁判に、もうあとは集中していくか、河川の撮影、ちょっと由良川が途中ですけども、まあ途中でもう一回撮影行くかもしれませんけど、まあやっぱり夏場は、まあもうずっと完全に、曇りでもない日に撮影行ったら、ちょっとこれはもう体力的に厳しすぎますね。だからまあ、その辺のところ、まあ筋トレとかは継続しながら、ある程度行いながら、まあ、体鍛えてなかったら、まあ、なぜあの荷物量ですから。まあ、というわけで、ガンダムシードの制作の皆さん、長い間お疲れ様でした。どうしても見るのは、僕の場合は、まあ、金銭的事情で、ちょっと遅れたりしますし、あとは気になるのは、最近の映画で言うと、宮崎駿さんの、スタジオジブリさんの、君はどう生きるかっていう映画もそうですし、まあ、僕の提案していただいた内容、採用していただいてありがとうございます。描き方、最高に良かったです。自分が人間がどうにかするもんだっていうことと、あと、天の轟き、イカズチという、ああいう風な形で、まあ、一層、ミサイルが一層されているところのシーンなんかは、もう最高だなって思います、本当に。本当に今までの日本の歴史とか、世界中の歴史とか、神がかり的な時間の世界とか、すべて分かった人間だけが、描ける内容だと思います。多くのことを知った人間が。まあ、この説明があると、のとないのとでは、ガンダムシードのその、今回の映画の価値っていうものは、10倍ぐらい変わってくると思います。まあ、やっぱり僕の件も、表立ってテレビに出るっていう方向性で、特にまあ漫画、アニメ、ゲーム業界、音楽業界、力入れていくっていう、あと、まあまあ、まあ他にもあるといえばありますけども、その辺のところからうまく伝えれればなと思います。エネルギーの出さる問題ですよ。その、やっぱり政治家の人たちに全ての責任を押し付けるわけにもいきませんから、一般消費者の人間に大きな問題があって。これだけ言ってるのに、安易に車に乗ってしまう人、電車バスとかで来れるのに。そしてその、黒に使ってた交通費を、僕へ寄付金として渡してあげていたら、どれで僕は、そのね、交通費とかの部分でね、その撮影行ったりだとか、こんなジンマシンだらけの体にならなくても住んでいた、いたった、だとか。だからそこに、僕からしたらまだ、救いの世界がなくて、阪神・淡路大震災で一番最初に被災して、世界中の政府上層部とかのつてとかもできて、世界にこれだけ貢献してきたのに、誰からも寄付金1円もなしかと。政治家になんて絶対ならないって言ってるのに。という気持ちもどこかで持っておかなかったら、その動画の再生時間が3000時間、4000時間を超えたときに、投げ銭だったりだとか、そういったところとか、まあ、期待できなかったりだとか、まあ、ああいうふうな話も最初いろんな議論がありましたけども、各個人とかがね、お金を出してるわけですから、もう他人がとやかく言わなくていいんじゃないですか。そんなに大した金額、どこの国の人たちも、海外の人たちとかも、生放送の番組とかで投げ銭とか行われてましたけども、あれ、日本円に直して100円とか200円なんですよ。
大した金額なんか誰も渡してないんですよ。たまに日本円で会社、多分会社からのお金だと思うんですけども、1万いくらだとか、そういうふうな金額は何回か出てきたりとかしてるんですけども、まあけど、正直それぐらいまとまったお金がなかったら、ああいうふうな放送してる意味っていうのが、これ、本当お金かかるんですよ。動画の撮影の時間的なロスも含めてなんですけども、あの年間の電気代もそうなんですけども、交通費、これがもうものすごくかかります。まあ能登半島へ行ったりした件もあったんですけども、宿泊費込みで交通費だけで、河川の撮影とその能登半島の件だけで宿泊費込みで多分もう10万近く行ってると思います。それプラスプロとしての年間ホームページの使用料、制作のその枠組みの使用料で、まあ年間1万6000いくら払ってますから、もう大赤字ですね。軽く10万円以上は大赤字です。電気代まで込みだとすると、もう確実にもう10何万の世界です。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知と、皆さんにこの動画見ていただけるっていうところが、まあ、僕の支えでもありますし、そういった話が、世の中にオープンになった時、もうみんな率先してガソリン車乗るのやめるんじゃないですか。これだけ心のこもった作品がずっと続いてきて、いろんなスポーツ業界とかもそれ込みで動いてるっていう、そこまでの話、全部分かった時に。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。長々とご清聴ありがとうございました。